ワンダーフォートモーティブの休みです。今日はね、ちょっと今キダくんが作業してますんで、これをね仕掛けていきたいと思います。アマゾンでおもろいもん売ってたんで、これが、まあ、ボンネットの開けた中にね、ちょうど今開いてるんでね、そこに仕掛けて、でまあ何してんのっていうところから、ちょっとドッキリしたいなと思います。もし入っていたらどうするのか。はい、お疲れです。なんかえらい荒れてますね。すいません。何をされてるんですか。いや、今もう終わったところで。終わったところ、はい。これあれついてるんかな、今。どれですか。サイレンサー。あ、もうついてますよ。あ、もうついてますね。はい、もう全部組み終わりましたんで、はい、今日はね、ちょっと何する、なんか考えてから出てきてもらいたい。仕上がってないつもりだ。そうそう、仕上がってない。何も仕上がってない。もう終わりましたよ。何も仕上がってない状態で。いや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 。終わっちゃいました。たった今。せっかくね、サイレンスハズショーだからね。いやいやいや、あの音聞いといてもらってよかったね。ああ、本当ですね。うん。いや、まあ、えげつなかったからね。これね、皆さん見てください。これが下回りっすね。はい、組み立てほやほやです。組み立てほやほやっす、ね。はいはいはい、はい、まあまあ戻しただけなんですけど、うん、でこれからエアロもね、できましたんで。あ、本当っすよ。そうそうそう、はい、もうちょっとでね公開できると思います。はい、はい、これからちょっと木田君にどんどん、はい、取り付けしていってもらわなあかんすからね。そのためにね、そういうとこ上手くなったってこと。そうあるかもしれない。でマフラーも今ね、オリジナルで制作中ですかね。木田くん担当してもらってますんで。あ、そうですね、はい、今やっと最初の1本目のね、その試作品みたいなのが取り掛かってもらい始めたところなんで。はいはい。あ、もう取り掛かってるんや。そうですね、それの進捗が、まあ、うん、そこから、またフィッティングとかで煮詰めていって、で最終、まあ、完成は年末ぐらいになるかなっていう感じです。っていうことは来年の5月ぐらいね。おそらくあの人、まあおそらく、まあ年始には、うん、ああ大丈夫かな、はい、お見せできるんじゃないかなと、うん、そうやね。ちょっと音ね、今回こだわってますからね。そうですね、こだわりの、うん、はい、ポルシェさんもめちゃくちゃこだわってるから、はい、よりねちょっとこう鳴る感じの音を目指して、うん、頑張っていってもらうわけですね。はい、はい、じゃあ、はい、せっかくなんでね。あ、これボンネット開いとったな。うん、開いてますよ。ああ、どうしました。で、はい、これ見た目、下ね、下回りね、はい、こんな感じになってます。あんまね、ポルシェの下回り見ることないもんね。そうですよね、僕もここに来てから嫌というほど見てますけど、ああ、それまではなかったですもんね。そうやね、はい、こういう部分とか。結構ね、複雑に入り組んでます。はい、そうですね、はい。前の木田くんのママンゴー、はい、ね、ママンゴーに比べたらね、もうそりゃ凄まじいですよ。すごい詰まり具合でしたね、これは。はい、もうね、とんでもないですから。あ、それ今止めるわけやね。そうそうそう、はいはいはい、これを止めるためだけに今もう、キラ君バンパーぐらいやったら何分ぐらい外せる？外すだけなら本当に2分とかです、多分。2分？バンパーやで？リアバンパーやったら本当に2、3分で外れます。もう外しすぎてね。そうなんですよ。まあ、だから組むときは別に、組むときの方がちょっと時間かかる。あ、かなって感じ？かなって感じ。体感的にはそんなに時間かかってるつもりはないんですけど、もしかしたらもうちょっとかかってるかもしれない。ああ、フロントやったら？フロントはちょっとタイヤのインナー外さないといけないんで、前は。うん、後ろはね、
大丈夫なんですけど。あ、せっかくやからみんなあれっすよね、ポルシェのヘッドライトの取り方とか知らないでしょ。あーそう、いやでもあんまり多分それ教えちゃうとヘッドライトの盗難が出ちゃう、うん、あ、そうか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 、そうなんですよ、まあ、乗ってる人は知ってて、うん、損はないんですけど、うん、ちょっとね、ちょっと意外にも撮りやすいんで、はい、そうです、ちょっと盗難が怖いんでね、あんまりちょっと YouTube で公開は確かにな避けときたいかな。確かにそれはあるな。はい、ちょっと高いんで、うん、ヘッドライト、もうポルシェのヘッドライトはねすっごい画期的ですからね。そうなんですよ、ピュッて撮れるんで、うん、撮り方さえ一瞬やね。そうですね、まあ調べたら出てくるけどね。そう、あんまりうちで大々的に言うっていうのはね。うん、そうやな、避けた方がいいんかな。そうしようか、そうしとこう、はい、そういうことにしとこう。もしどうしても気になったら当店の方にご来店いただいて。そうですね、はい、次にポルシェ買って帰っていただけると、はい、まあ今金利ね安してますからね。そうですね、今がチャンスです。はい、ラストチャンスじゃないですか。ラストチャンス、この前のあの上がるっていうのはもうもう値段変えたよ。あ、変えたんですか。もう変えた、変えちゃった、うん、はい、やっぱりね、もううちがキャンペーン売ってる間に買ってくれたお客さんだけ、はい、そうですね、うん、まあせっかく、もうそこのルールだけはね、一応守って、はい、まあその間に買ってくれたお客さんもね、いらっしゃるんで、はい、はい、ありがたいことにね、まあそのお客さんたちはもう、はい、ものすごいお得な金額で買ってますから、はい、はい、ですね、ということでね、はい、今回は何の動画やったんかな。できましたみたいな、ね、もうできてましたよね。できてましたね、うん、できてましたっていう、まあ、今日の朝から給排気全部つけにかかって、全然、はい、午後初めて1時間半ぐらいですかね、うん、で全部つけることができたんで、そんなに意外と、はい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 、なんかリフトっていうか上げるものさえあれば、うん、自分でマフラー交換とかもできる範囲やなっていうふうには僕も思いました。そうやね、はい、あー、まあ、そういうのがあんまり日本ではないもんね。そうですよね、アメリカとかやったら、うん、DIY でね皆さんそういうの持っててあげたりとかするけど、まあまあ、そうですよね、うん、まあまあジャッキと馬さえ皆さん買ってもらえたらできるかなと、うん、そうやね、まあここほどはやりやすくはないとは思いますけど、うん、ちょっと気ぃつけなあかんけどね。はい、そうですね、うん、そこだけね、まあ、またそのね、例えば外してる時とかも映して、うんうん、うん、まあ、自分でできる方はね、別に自分でしてもらった方が僕らからしたら、まあ、売り上げ減るっていうのもあるかもしれないですけど、はい、販売する身としてはね、まあ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 、そうですね、うん、どっちかっていうとええんかもしれへんね、はい、うん、どっちがええんか分からへん。まあまあ、ご自身でされる方って結構自分でこだわり持ってやってる方が多いんで、そうそうそう、うん、自己責任でね、そういう方にはね、自分でやってもらってもいいかなとは思います。はい、まあ、今回は以上でした。はい、以上の動画になります。はい、こういったね動画をちょいちょい上げていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それではワンダフォーオートモーティブでした。なんかある？あれ？動物のうんちみたいなのが。いつ？イタチ。イタチですかね。